51番目の選手になりました。学習院高等科から学習院大学の文学部に進学しました3年生佐藤陽平選手スタートです。この乗りますシークレットアイドル、オーストラリアで生まれましたサラブレッドクロス、17歳になります。センバ昨年は昨日は減点8点でフィニッシュラインを通過しております。さあ、そして第5障害は高さが1メーター20センチをクリアしております。幅が3メーターあります。水の張ってあります水濠障害。今バーが揺れましたが落ちておりません。大丈夫。奥行きが1メーター50から、そして5完歩で1メーター30センチ、これもクリア。まだこの2回走行減点ゼロの選手は誕生しておりません。残すところあとわずか。大事にいきたい。まず A から引っ張り上げて B、 そして C 障害ですが、最終の12番障害、これをクリアしまして今フィニッシュです。走行タイムが80秒92。走行中惜しい1落下がありました。減点が4点で、2日間のトータル減点が12点2日間のトータル減点12点今2日間のトータル、2日間を